学びズム西宮北口校栄東校開校。無料受験相談の申し込みはホームページまたは LINE からお願いします。こんにちは、学びズムの佐藤です。はい、今日ね1月31日っていうことで、もう明日からもうどんどんね難関次第の入試がどんどん始まっていくかなというふうに思うんですが、もうこのタイミングでもう明日から入試だけど全然自信ないわっていう人多分何かいてると思うんですよ。うん、で僕自身もそうやったんですね。入試の時も全然自信なかったです。前日であったりとかで、そういうふうに感じてる方ってこの動画見てくれてる方の中にも何かいてるかなとか思ったりするんですが、自信があるなしで当日の結果は変わらん。はっきり言うと合格することで初めて自分に自信がつきます。はい、なので皆さんは自信があるからいける、自信がないからダメっていう風な考え方を捨てて、今後の自信をつけるために明日以降の入試で必ず結果を出してください。そのためにこの1年間もしくは2年間3年間かもしれへんけど、長い間自分が苦手な勉強っていうところに時間を費やしてきたわけやから、それをねもう明日以降ほんま最善の形で発揮できるように最後まで頑張ってください。僕らの応援は以上になります。頑張ってください。こんにちは、学びズムの今井です。いよいよ明日から難関次第の入試が始まりますね。緊張してますか？僕は緊張してます教え子のみんながね、まあ、もちろん YouTube 見てくれてる子も、もう僕からしたらもう教え子と同じなんで、そういったみんながねもういよいよ血の滲むような努力が実を結ぶタイミングが来ました。もう僕もドキドキしてるし、まあそんなねもう当の本人じゃない僕がそういう風になってられたみんなももうどえらい緊張してるんちゃうかなと思います。で、緊張するのは当たり前で、それだけそんだけ結果が欲しいぐらい努力をしてきたっていう風な何よりの証拠だと思います。あとはもうね、試験会場行って、あ、自分はこの大学にこれから通うんだという風に自分がそのキャンパスライフを謳歌してるのをイメージして、最後の最後結果が出るように、頑張ってほしいなと思います。はい、最後の最後まで1点もぎ取るような気持ちで頑張っていってください。はい、どうもこんにちは、学びズムの中桐です。いよいよね明日から、難関次第の入試が始まっていくというところで、まあ、すでに始まっている人も、中にはいるかなというふうに思うんですけど、まあ、僕の方からメッセージをちょっと送りたいかなと思います。で、まあ、知ってる人は知ってるかなと思うんだけど、僕はすごくバンドが好きで、自分の好きな曲にいろいろね、気持ちを押してもらったっていうこともたくさんあるので、みんなにもぜひ一曲ちょっと紹介というところで、僕が一番好きなバンドですね、のプラスアルトラっていう曲があります。で、この曲名なんですけど、ラテン語でさらなる前進っていう意味があります。で、まあ、試験直前をね控えて、もう自分には何もできないんじゃないかと、もう直前で、焦ってる人も多いかなっていうふうに思うんだけど、試験開始のね本当に1秒前まで、まあ、単語を確認したりだとか用語をもう一回見直したりとか問題の解き方を見直したり、本当にその1点でも、1問でも多くもぎ取っていく努力っていうのは、もう最後の最後までね絶対やることができます。はい、だから今までの努力の成果っていうのももちろんそうなんだけど、試験会場のね試験開始の残り1秒っていうところまで、しっかりと点数をもぎ取るっていう姿勢を忘れないように、さらなる前進をしてくれたらいいかなというふうに思います。頑張ってきてください。こんにちは、井上慶香です。僕から伝えたいのは、大学受験を乗り越えたら僕とあなたたちの関係性は変わります。というのは、今まではまあ講師と生徒っていう存在だったと思うんですけども、大学生になったら教授、まあいますけどね、みんな同じ目線に立ってこの世の中を研究していこうっていう仲間に変わります。大学受験もちろん大変ですけど、僕からしたらみんながその壁を乗り越えて僕たちの仲間に加わってもらえるのが楽しみで仕方ありません。どうかこの大学受験を乗り越えて一緒に勉強していきましょう。楽しみにしています。頑張ってください。2月9日日曜日、大阪の梅田で学びズムの矢沢と今井が直接無料受験相談を行います。受験勉強のことで悩んでいるそこの君は、今すぐ概要欄の URL からお申し込みお願いします。はい、最後ね、僕ら2人ということなんですけれども、はい、僕から、言いたいのはですね、本当に今見てくれてるみんなの学力っていうのと、多分試験会場にいる周りの子たちの学力っていうのは本当に僅差だと思います、はい、本当に僅差だと思ってて、その僅差の中で受かる子と落ちる子っていうふうに分かれるのがやっぱ受験だと思ってます。で、その僅差を分けるのは本当に僕は気持ちの部分が一番大きいと思ってて、本当に次第って入試が連続で続いていく中で、やっぱいい日もあれば悪い日もある。で、悪い日が続いていくっていうことも全然あると思うんですよ。でも例えば10日間受けるのであれば、その10日間全部取るなんていうふうな気持ちでいくんじゃなくて、10日のうち1個でも取ったら
大成功なんだと合格なんだと、いう気持ちを持つのが一番大事だと思うので、悪い日があったとしてももう一回立ち上がる、悪い日があったとしてももう一回立ち上がるっていう強い気持ちを持って、最後このね本番に向けて頑張っていってほしいなというふうに思います。マジで合格できることを祈っているので強気で、頑張ってきてください。皆さん本当に受験勉強ね、お疲れ様でございました。まだ終わってないんで最後まで気を抜くなって話なんですけど、明日から2月ということでここが、節目となりますので、毎年いつもこの時期にですね、メッセージを送らせていただいております。でですね、受験勉強で、得れるものって大学の名前が多分最初念頭において受験勉強始めたと思うんだけど、多分受験勉強をしていって、今の段階ってもう大学の名前を取りに勉強はしているんだけど、それ以上に多分学べたなって思うことって、たくさんあると思うよ。でそれって多分やけど、大学に入ってからも、社会人になってからもあの時の1年間ってほんまにめっちゃ頑張ったよなみたいな、そういう、心の糧に、ね、なると思うんで、僕は大学がどこだったとしても、この人生経験というのは非常にいいものだったんじゃないかなっていうふうに、思います。そしてですね、僕マナビズム10の教えというね、ものがあるんですけども、その10の教えのね、第9の教えにですね、感謝すること、そしてそれは感動でお返しすることという、言葉があります。はい、やっぱり大学受験をする中で自分のためにもちろん最初は頑張ってたと思うんだけど、今もそうかもしれないけど、多分そのためにですね、たくさんの周りの人の支えや犠牲があって今自分が頑張れてる状態っていうのを作らせていただいてると思うんですね。でやっぱりそこに対する感謝があることない子ではもう我々から見てやっぱりもう結果が大きく異なってくる。結果を出すために感謝しなさいっていうわけでは全然ないんですけど、やっぱり今まで支えてくれたお母さんお父さん、兄弟であったりおじいちゃんおばあちゃんであったり友達であったりにほんまにね、必ず感謝の気持ちを、伝えてほしい、忘れないでほしいと、思います。そしてですね、もちろんその言葉で伝えるっていうのはもちろんなんですけど、じゃあ何で我々は、恩返しをしないといけないのか、それを考えるとですね、やはり提供できることは感動です。どういう感動かというと、本当に、自分が身を粉にして頑張ってきた大学受験で、結果が出てよっしゃーって喜んでる姿を見て親はほんまに支えてきてよかったのみたいな、この子も大学生かっていうふうに思って全部今までの迷惑、僕はね思うんですけど迷惑かけてきたこととかも全部チャラにしてくれるというか、それが全部もうプラスになって帰ってくるみたいな瞬間が、この2月にね、やってくるはずです。はい、だから、みんなはね絶対にそれを感動で返せるように一日一日しっかりと試験を受けて結果を出すようにぜひ頑張ってほしいと思います。決めるところで決める、ぜひ頑張ってください。最後まで見てくれてありがとう。この動画がためになったと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。マナビズム公式 LINE では大学別対策の e-book や映像授業を無料プレゼントしているので概要欄からぜひ登録してください。